おさっすまじこりです。というわけでね、今回も古着紹介やっていきたいと思います。今回紹介するのはこちら、1960年代アメリカ海軍のカデットコートになります。これも早速着ちゃってるんですけどもね、後ほど詳しく紹介しますのでね、ぜひご覧ください。それでは紹介しよーす。はい、というわけでね、着てみるとこんな感じです。で、この服はですね、町田にある古着屋さんのジャムクロージングさんでね、2万円ぐらいで購入しました。まあ、古着好きの方ならね、ジャムさんのことご存知だと思うんですけども、本当にね、ヴィンテージすごいお店ですね。アメリカ問わずヨーロッパも本当にね、すんげえヴィンテージがね、置いてあるお店になるかと思います。で、まあ、こんな感じで着てるんですけども、ちょっとこれが深いネイビーの寒色系で、で、下もちょっと黒っぽい感じ で、そこにこういう赤シャツの差し色をね、入れて、ちょっとチラ見せみたいな感じでね、色を入れてあげると、まあ、印象もいいかなとね、思います。で、頭フードかぶるとこんな感じです。はい、ジッパー開けるとね、こんな感じになります。ちょっとこの時期だとね、これ1枚だと寒いと思うんで、この上にもう1枚コートを着たね、コーディネートもちょっとね、提案してみたいと思います。で、もう1枚コート着るとこんな感じになりますね。で、ポイントがね、ここのフードをちょっと出して、クラシックなコートの上からフードを出すっていうね、まあ、こういうスタイルとかどうかなって思いますね。というわけで着てみるとこんな感じでした。ではカデットコートのディテール見ていきましょう。襟はこんな感じでフードになっててね、まあ、ちょっとスッキリしたようなね、印象になりますね。で、ジッパーはタロンのブラスジッパー、真鍮製のジッパーになります。で、ポケットがお腹のところに2つついてて、内側につくスレーキポケットになりますね。で、ここのパッチが結構ミソですね。これかっこいいっすよね。 US ネイバルアカデミーエクストライデンスサイエンティアっていう風にね、書いてあるんですけども、これね、調べてもちょっとよく分かんなかったんですけど、おそらく科学系というか理系の勉強をしてた方がこうやってね、パッチをつけてたのかなとね、僕は勝手に思ってます。はい、で、後ろから見るとこんな感じです。で、このフードの後ろっすね、ジッパーになっててフードがこう割れるようになってるんですよ、縦に。この仕様になってるのが1960年代くらいのね、 US ネイバルアカデミーのカデットコートの特徴になってます。これいいっすね、 N3B みたいな感じでね、まあ、ファッションの幅もね、ちょっと広がってくるのかなとね、思います。で、ジッパー開くとこんな感じになって、こうやって前もね、ショールカラーみたいな感じになって、こういう感じもね、かっこいいかなとね、思います。生地はウールの生地になります。まあ、軍物っていうのもあって結構丈夫でいいっすね。色もこうやって深い深いネイビー色っていうのもかっこいいっすね。もうこれもね、アメリカ海軍伝統の色っていうような感じになってます。タグを見ていくとこうなってて、これテイラードフォーザエリーレオナルド&サンズって書いてありますね。スポーティンググッズ仕様って書いてあるんで、まあ、スポーツウェアを作ってた会社ってことですかね。で、アナポリスメリーランドって書いてあるんで、アメリカメリーランド州のアナポリスっていう都市で、まあ、作られましたよ的なね、感じになってます。で、袖はこうやってリブになってます。これよーく見るとね、2色の糸でね、編まれてるんすよね。こういうところがなんかヴィンテージっぽい感じがしていいなと思いますね。というわけで、1960年代アメリカ海軍カデットパーカーの紹介でした。はい、というわけでね、1960年代アメリカ海軍のカデットコートの紹介でした。で、このカデットコートっていうのが、まあ、さっきもちょっと言ったんですけども、 US ネイバルアカデミーって言って、まあ日本語で言うとね、アメリカ海軍兵学校っていう学校になるんですけど、これが将来のね、アメリカ海軍のエリートを育てるための学校になります。未来のね、海軍を担うエリートの人たちが来たっていうのが、このね、カデットコートになります。まあ、軍のね、正規採用品じゃないんですけど、こういうところにもね、ロマンをちょっと感じるかなとね、思います。というわけで、今日はここまでになります。古着好きな方、ぜひね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは。 Find me, find me. Never know what happens in my life.